こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。いよいよ、第22節、キャピタル東京戦、優勝をかけた一戦です。キャンデロロ、だいぶ戻してきましたね。あ、強いです、強いです。一応これですね、勝てばもう文句なしです。リマセ大阪、高知四万十世ですがね、まず負けることはないと思います。なので引き分けでも結構厳しいかな。勝つことがまあ条件になってくるのではないかと思います。では優勝を掴んでいきましょう。夏木だし、かなじゃなくて美穂、さよいいですね。幸子と入れ替えましょう。好きだな。で、エリカを前に出して、まあまだ節子かなと思います。いやー、これ強い。キャンデローもまあ出てきましたからね。いやー、これ勝つの難しいと思うな。東京スカイヤードアリーナ、なんでしょうね、羽田あたりなんでしょうか。行ってみましょう。早いです。くるみ、抜け開いた、うまい。さつき、こういうふうに二の矢を出して畳みかけていくことが大事です。くるみか、決めてほしかった。国分。さあ、緑がしっかりキャッチ。くるみ、縦パス。シュート。これコーナーキックになります。緑が切ります。ちょっと高い。今度はスローインです。チャンスが続きます。うまいが、選手が来れなかった。お、ファールですね。さあ、かなりゴール前。さあ、ここは頑張りどころ。お、ファールなんですね。あらー、イエローカード。最後、食らってしまいました。再びピンチ。さあ、ここは落ち着いて、しっかりボールをキープ。キャンデロイ捉えてしまいます。夏木がキャッチ。オフサイドですね、これは。こういうとこも気をつけてほしいとこだが、なるべくボールをキープしてほしい。
最後チャンス緑、うーん決められない。決まってしまいます。サツキナイス。サツキの二の矢がいいですね。さあもうほとんどラストチャンス。くるみ、あー左についてしまった。あんまりスタミナロスしてないですね。スタミナに自信を感じます。後半開始です。さあキックオフ。チャンス、くるみ先取点。お見事。速攻決まりましたね。これがクラワンカリバーズの攻撃だ。おボレー選手点です。さあここでですね、中段がちょっと疲れてきました。一番落ちてる選手から変えていこう。あミオですよね。まずはサヨウサチコで、そして守備位置を交代、両サイドへ。あと一人は様子を見ましょう。これ3人中2人交代でしっかり後半戦ってもらいます。ライトとレフトを交代。これはいけない。いけません。すごい。うまい。まあ、ファールにならないか心配でしたが。やばい、開封。イゴールに渡ってします。スタート、おっと。ピンチを逃れました。今のは本当に、運ですよね。センタリング2点目欲しい。これですよ。サチコチャンス緑、あーっとこれを決められないか。さあ守備陣から交代でしょうね。マナミをミユキに変えましょう。ミユキよく頑張ってくれました。それで守備交代は終わりです。さあまだ、スタミナ残ってますね。相手サイドも簡単に取られるな。さあチャンス2点目、大きい。いやーこれはここへ来ての2点目は大きい。マナミ敷くんです。それを奈々子が決めてくれました。さあいよいよまだ気は抜けませんが、その時が近づいてきてるのかと思います。外しました。これですよね、いけないのは。さあ時間が粛々と過ぎていきます。やりました、ついに N1 優勝。Nリーグチャンピオン
いつまでも見ていきたいですよね。ぐるっと来た。優勝です。もう満員のスタンドが大騒ぎしてます。いや、10年目ですよ。チャンピオンズ、振り返ってみましょう。窓が決めて欲しかった。何回かこの辺りの時間帯のチャンスを得ます。で、今度は相手側が必死に守ります。これも決められません。前半終了直前ですが、惜しくも左へ。そして後半4分、マドカからクルミが素晴らしい飛び込みです。先制のボレー。さあこれですね、問題のシーンは。あー、入ったかと思ったんですが、学びがこれ抜けてナイス。最後は奈々子が決めました。ここまでにゴールが、まだ、消えていきます。勝ちました。シュートコースはこちらの方が大きいですね。キャピタル東京、強敵キャピタル東京を破りまして、優勝を決めました。見ますね。岩瀬大阪勝ってるんで、勝ちが絶対条件だったということになりますね。これで、終了で1点差の勝利となりました。エリカも大喜び。さあまずは N1 リーグ、1年で参加しないとエンディングじゃないってことですよね。一流クラブ成長しまして、2億8000万のプラス。まだですね、やっぱり優勝したこともあり、かなり予算は上がってますね。夏木をプラス500万、くるみをプラス500万ですから、かなりの年俸にはなってきました。基本的にマイナスないですからね。下げられないですよね。上げるのは簡単でも下げるのは難しい。
練習試合ですね。ジャパンカップは敗れ去りましたので、これでですね今年の試合は全部終了です。日本代表とかもありますが、ひとまずこのリーグは終了ということで、 N1 は4年目で優勝することができました。ジャパンカップは2回戦負けですから、来年こそはしっかり優勝をしていきたいと思います。ということで、10年目にして N1 優勝を取得しました。じゃあチャンピオントロフィーもありますからね。しっかり来年も頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。この動画お気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画レイコーでした。